た壊したんです。はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日はトーク動画にしようかと思いまして、今日はお外で、いよいよ8月の後半となりましたが、ちょっとね、夜ね、涼しくなってるんで、ちょっと外で今日は撮影をしてるんですけど、あんまり自分の、ことをね、話したりはしないんですけど、改めまして、翔平 TV の自己紹介を今日やっていこうかなと思います。生まれも育ちも埼玉で、小学校2年生までは、埼玉の大宮の日進というところにいました。で、野球は大宮レパーズという、公式の、リトルリーグに入っていて、自分の最初の守備位置、人生初守備位置、実はピッチャーじゃなくてキャッチャーなんです。自分ずっとキャッチャーで、キャッチャーミットも買ってもらってやったんですけど、まあその父親の仕事の都合で、小学校3年生からは、埼玉県の入間市というところに転校して、所沢リトルリーグっていう、所沢リトルっていうね、あの公式の野球チームなんだけど、そこで小学校3年生から中学1年の夏ぐらいまでかやってまして、入った当初はやっぱキャッチャーから始まったんですけど、キャッチャー、ファースト、あと外野もたまにやったり、あとは小学校5年生から、ピッチャーをやりだして、あのリトルリーグってリードがないんですよ。リードがないんで、基本的にずっとワインドアップなんですよ。今後上に上がっていく上でちょっとまずいなっていうのを全く知らずにいたんで、中学校の軟式野球に、自分は入りました。だから今硬式やって、中学は軟式っていう形で、で軟式にやっぱ慣れるのも相当ね、時間かかって、まあ打てない打てない、全然打てないし、で肩は強かった、肩強くて、ピッチャーじゃなくて、その時はねずっとレフトだったんですよ。ずっとレフトで、まあずっと自分はレギュラー張ってたんですけど、まあ自分らの代になったからですけど、そのまま中学校は引退して、高校選びの時に自分の中学校の先輩、1個目の先輩が、狭山経済っていうね、入間の隣にある狭山ってあるんですけど、狭山市ってあるんですけど、狭山経済高校っていう商業高校があるんですけど、そこにいて、で野球部もまあそこそこっていうのも聞いてて、まあ試合出れればいいなって思ってたんで、受験をして受かって、1個上の代になってからは、ピッチャーで、出るようになって、そこからそうですね、夏の大会も先輩たちの代で先発したり、まあ、背番号は11番とかなんですけど、先発したり、まあ、結果ホームランも打ったこともありますし、夏代でバックスクリーンですよ。2年生の秋から、背番号1番のエースの番号をもらって、でそれからずっと背番号1を張って、自分らの代で初めて県大会に出場することができて、そこでさらにね、みんな仲間たちが頑張って、県大ベスト16まで行って、そのベスト16になった時、まあ、ね、4対0で負けたんですけど、その相手がなんと花咲徳栄だったんですよ。そこと実は戦ったことがあって、まあ、4対0で負けましたけど、でもヒット数はほとんど同じぐらいで、あまりこうね、あと1本が出てればっていう感じだったんで、でも惜しかったんですけども、で夏の大会、自分らの最後の夏の大会も2回戦から始まって、2回戦3回戦ってなって、4回戦目はその自分が2年の時に、甲子園出場した、本庄第一というね、本庄第一高校っていうところに、まあ、最後負けてしまって引退はしたんですけども、ただやっぱりそういう強いところと試合できるっていうのは、自分の中ではすごいいい経験になったなと思うし、さらに上のレベルを目指したいなっていう気持ちもちょっとあったしって感じなんです。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。コメントもどんどんお待ちしております。それではありがとうございました。